出ましておめでとうございます。村上パチッチです。成人の日、やってきました冬の陣、かましてみせます。おいじー、
すごいいいスパンでライブをやらせていただいて本当ありがとうございます。あの年末に27日にやらせてもらって、年明けに今日11日にね、トリプルワンの日にね、成人の日、冬のジェン、ウイジェンってことでね、あのやっぱりあのちょっと名言が先月僕あの対話したガートルードのね、ゆきちゃんがね、その名言やっぱ MC で言ってこういう時はもう絶対使わせてもらうからって、ごめんなさい、あの許可もらってないのに、やっぱりね人生こじらせるとね MC もこじれるっていうね、あんなね登る MC ないよね。昨日もその話飲んでたからお酒ですよね。まあ、いろんな素晴らしい女性がよくいるんで、そういうねラブソングやね、これは、うん、ドルタナティブっていう曲やります。
と次のライブが、なんだっけ、2月の21日の日曜日に、武蔵境のスタッドというところで、やります。で、なんか、スタッドなんですけど、一緒にやるのが、今日も一緒に出るエリオットさんと、あと僕がもう一つやってるベルモンドっていうバンドと、だからなんか、スタッドと言いつつ、ほとんどチョップじゃねえかみたいな感じのライブなんで、遠征に行ってきます。はい。チョップを、チョップってこんなんだよっていうのを、中央線の者どもに伝えてロックンロールの酒場に。西武池袋なめんなよ。海津師匠曰く、アーカムトゥナイトの海津師匠曰く、なんか、どっかのストリップ小屋と言われてる。いいとこなんですよ、武蔵境。最高なんですけどね。そこに、こう、チョップの、ね、僕らの大パイセン方と一緒に。あとパニックっていうね、素晴らしいパンクバンドと一緒にやらせていただく。あとそこのスタッドの店長のね、店長で社長さんがまた別でしょ。あ、オーナーが別ってことですか。そうそう、そんな話もしてくれない。汗を脱いじゃう人と、どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいい。その人もね、多分一緒にやってくれるそうですね。人生出したいと思います。そればっか言い過ぎてるけど、やっぱり僕らが一番ね、人生の祖だと思って、ね、憧れてるフィル・スペクターに捧げる曲、スペクター聴いてください。